兄貴、もうカムロ町へ？ああ、行こう。わかりました、行きましょう。ユータ、まずはセレナに行くぞ。アジア街に行くならハルトは連れて行けない。伊達さんに安全なとこで行く。ええ、ハルト君、久しぶり。ママ、また面倒かけることになりそうだ。伊達さんは？あの人に用ならすぐ呼ぶけど。ああ、頼む。ハルトを伊達さんに少し預かっててもらいたいんだ。できたらこの店以外のどこかで。え？もしかしたらハルトを狙う奴が襲ってくるかもしれない。あ、わかった、ちょっと待ってて。こいつがハルカとな。でもよ、本当にこいつなのか？俺だとなんかまずいんすか？ハルカのことはガキの頃から知ってるんでな。広島の若いヤクザとそんな風になるなんて思ってもみなかった。おまけに俺は中国マフィアのボスの子ですよ。分かったよ。キリュウが何も言わねえのに俺が愚痴ってもしょうがねえやな。っていうかキリュウ、お前はいいのかよ？俺はもうこいつの鼻がもげるほど殴ってやったんだ。なんで、やっぱりそうだったのか。伊達さん、ハルトの保護を頼めるか？ああ、なんとかする。そっちは任せてくれ。それよりカムロ町で動きがあったぜ。尾道から岩見恒夫が出てきてるぞ。何？いつこっちに？昨日、東条会の本部で菅井と会ってるようだ。他にも陽明連合会の極道らしいのもカムロ町に集まってきててな。そのせいかアジア街の採用会もピリピリしてる。嵐の前の静けさって感じだ。岩見恒夫はカムロ町に何しに来た？前にお前から聞いた小清水と染谷の杯は流れたって話だったんだが、またそれを仕切り直しに来たのかもしれん。あいにく詳しいことはわからない。ああ、じゃあ俺ちょっと電話してみます。うちの親父さんならなんか知ってるかも。兄貴、ハルトのこといいすか？はあ。なあキリュウ、採用会と成しつけるっつっても今ってのはタイミングとしては最悪だぜ。アジア外の警戒レベルはかなり高くなってんだ。もう少し待てねえのか？そうも言ってられねえさ。反準備に増すぞ。どんどん死人が増えてんだ。おい、あいつ戻ってこないな。電話まだ終わらないのか？You better not have sold us out. ユータ。Oh, they yoked them up. こいつはユータの。どうした、キリュウ？ユータがいない。どこかへ消えた。消えたって。What's up, Long? How you doing, man? まさかあいつ一人でアジア街に。わかるね。だってさ、
悪いがハルトを頼む。あ、你们都知道我是谁，对吧？我来见我老子。如果他不在，我可以等。把两手张开。别碰我。现在找我。没酒就没法子跟老爹说话。嗯。Things just got a little bit interesting. Yo, クソ親父。一杯付き合えよ。This is the part where we should be really concerned now. Oh boy. Not 100% sure how to feel about this scenario right now. All right, food. いらっしゃいませ。It's good to have a shitload of bentos on hand because random people that want to join the gang are hungry. Excuse me. いらっしゃいませ。Oh, sorry.Eat like savage. うまいな。ありがとうございました。Oh, okay. いらっしゃい。行くか。ありがとうございました。
もしもし。兄貴、南雲ですわ。どうした？遺書が事務所に、ユータの遺書が事務所に置いてあったんじゃ。何？ゴミ箱に入っとったもんで気づかんかったんじゃ。兄貴、あいつ死ぬ気じゃ。ロウと差し違えて坊ちゃんを守ろうとするんじゃ。後で電話する。Yeah!
待て、その先には行くな。ローもここにいるんだな。ユータはどうなった？あのガキが火をつけたんだぞ。あのガキが。ユータはこの奥だな。さっさと逃げろ。こんなとこで焼け死にたくねえんならな。See it. Manda Panda, what's up, girl? Yuta! Oh boy, he's turning face just like this guy from part one. Kiryu no aniki. Omae ga Rou. Ore mo takumashiku natta mon de shou. Aniki no okage de ずいぶん修羅場をくぐってきましたからね。 No.最初からローと二人で死ぬ気だったのか、ユータ。そんなんで全部解決するとでも思ったのか。あいにくですけど、ローと俺が死にさえすれば、もうハルトを狙う奴はいなくなります。Oh, man. 全部解決ですよ。なあ。どうせ私が何を言っても聞く気はないのだろう。まあね。よう、クソ親父。一杯付き合えよ。どうやら、すべてを知ったようだな。あんたが、ハルトを始末しようとしてることも全部な。それをゲロったマスゾエは、あんたがやったんじゃねえの？マスゾエが死んだ。それでお前はここに何をしに来た？だから言ったじゃないの。あんたに一杯付き合ってもらいて。